じゃあ次、12ページですね。風についての説明を行います。12ページ、いいでしょうか。はい、風とは何なのか。まず、風の正体なんですけど、ここには書いてませんけれども、風の正体は空気です。空気の流れですね。空気がある場所からある場所に移動してるわけです。うん、その時に発生するのが風ですね。はい。で、まあこれもいろいろね、調べて、まあ風の向き、風向、あと風の速さ、風速、あと風力ですね。はい、風の力ですね。はい。いきなりちょっと間違いやすいところなので、気をつけましょうね。まあ、書いてますけれども、はい、1番。風が吹いてくる方向を風向と言います。はい。南風とは、南から北へ向かって吹く風で、って書いてますね。うん。これ、当たり前のようだけども、ちょっと間違いやすいので気をつけましょう。例えば、北の方角から南の方角に風が吹きました。これは北の風なんですね。北風でもいい。例えば、ここにいる人からしたら、あ、北から風が吹いてきた。ね。間違ってほしくないのは、その風は南に向かっていくよね。向かっていく方角を見たらダメだよと。ついつい人間矢印とかを見ると先を見ちゃう。ね。うん、先は南だから、うん。これを南風って言ったら、南の風って言ったら、大間違いですよってことですね。はい。なので、例えば、まあ、風っていうのはまあ、ここにも書いてある。16方位。かなりの、方角、まあ、これね、東西南北、まあ、地図で見たらこんな感じですね。はい。それをさらに真ん中で分けたら、これが北東ですね。まあまあ、これはいちいち書かないで、書いてますね。うん、まあ、一つだけ書いておくと、ここが北東ですね。北東。で、こっちが北西と。で、ここだったら 1,2,3,4,5,6,7,8 方位ですね。さらに、これを2つに分けた。こっちが北、北東。北側の北東ということですね。はい。こっちは東側の北東ということで、東北東と書きます。はい。同じように、16方位に分かれているので、はい。これは図18をね、見たら全部書いてますので、見ときましょう。はい。例えば風が、ごめん、ちょっと見にくくなったけど、風が、そうだね、こう吹いてたとしたら、はい。向かっていく方角じゃな、方向じゃなくて、向かってくる方向。つまり、これは北北東の風ということになるわけですね。はい、どこまで説明したかな。2行目ですね。うん、1行目からね。南風とは、南から北に向かって吹く風で、まあ、こうやって矢印で記録しますと。図6みたいにね。はい。また、風向は、風向計で測ります。はい。この図17みたいな感じで、この羽がついたような、ね。この、装置が、風向計なわけですね。はい。矢の先端が風の吹いてくる方向を向きます。はい。これも気をつけて、風が吹いてくる方向が、矢が刺すように。つまり、羽が風が向かっていく方角になるように。ね。うん。そこ間違わないようにね。はい。で、風向は観測時刻前の10分間で、最も多く刺した方向を16方位で表します。どういうことかというと、例えば午前10時、朝の10時の風の向きを知りたいって言っても、なかなか難しいんだよね。だって、その瞬間、風は
こう吹いたと思ったら、その 0.1 秒ぐらいにはこっちに吹いてるとか、向きとか平気で変わったりとかします。だから瞬間瞬間で調べるのは難しいので、例えばその10時で調べたいんだったら、9時50分から10時までの10分間で、とにかくそこをずっとこの10分間、この風向計を観測して、最も風が吹いてきた方角が多いのを、多い方角を風向ということにしましょうというふうに決まってます。そういう意味ですね。はい。